平安時代後期の武蔵国小玉軍の武将。通称は三郎。平子玉を称したとも経図にはあるが、平子玉を称したのは、子息子孫である。文書には、太夫ともある。金品系小玉氏の祖。武蔵七党の一角を占める小玉党の祖である、小玉惚きの次男として生まれる。元は、有道金品と称し、経図にも、有三郎別党金品。 雄蔵別当常行などと記述されている。兄は小玉博行で小玉等の本州家二代目となる。弟は系図によって伝承が異なり、名前も異なるが、このページでは小玉貞行と小玉これちかと記載しておく。近貧の子息は武蔵七の統計図では安吉、行重家、金長、行高となっている。次男の行主は秩父茂綱の養子となり、 生が平となり、秩父平太公獣と名乗り、系図には、秩父ゴンと記載されている。また、行高も秩父平四郎行高を称したとある。七刀経図の伝承によると、近貧の娘は、源義朝の着手である、源義平の乳母となり、乳母御所を合したと記述されている。小玉刀が、川内源次と密接な関係を築き上げるきっかけを作った。 金品,品の最も末裔には小玉元村がいる。経図に、兄広行と同様に、別当とあり、牧の管理を行っていたものと考えられる。小城幸平を気みによれば、五三年の役の後に、広行と弟の雄造別当太夫金品は、小玉軍を屋敷として居住する様に命じられたとある。五三年の役後は、兄広行が、源義家に、 田越の討伐を命じられ、ひろから大官として田越討伐を任せられたとされる。ありがとうございます。